はい、実践不動産投資塾素人不動産危険パターンということでね、今日はその9についてお話ししていきたいと思います。その9ね、その9はですね、はい、投資金が貯蓄できない方はね、不動産投資するのはやめた方がいいです。これはね、一般的なね、不動産営業マンが言ってることと僕ね、ひょっとしたら真逆のことを言ってるかもしれません。不動産営業マンはね、一般的に不動産物件を買ってもらおうということでフラット30を使ったりね、あとどうにかして融資を引っ張る方法は詳しいと思います。ただね、僕自身一番最初の不動産物件っていうのはね、400万円をね、3年ぐらい経ってね、貯めてね、でそれで初めて買いました。で、その貯めたというか、特に使うことがなかったので貯まっていたっていうのがね、実際のところだと思うんですけど、それでもね、不動産会社に勤めながらね、そのお金を別に車買うことに使えたわけですし、まあ、好きな時計とかね、自分の趣味に使うことはできたはずです。ところがやっぱり不動産投資を、これからしていこうと決めて、一括でね、自分が再建築家のね、当時戸建てを買ったのを覚えています。それはね、やっぱり何と言いますか、たまにね、いるんですよ、不動産投資しに来られる方でね、自己資金は使いたくないんだと、できれば全額ローンで行きたいんだと、で自己資金は手元に置いておきたいという人たまにいます。それならね、考え方として僕はバツではないと思うんですけど、何事もやっぱり例えば不動産投資をするにしても、お金を貯めるにしても集中しないといけないわけですよね。勉強するんだってそうです。このように YouTube を配信するのにしても、自分がこれから英会話を学ぶにしてもね、やっぱり一つの物事にすごく集中する時間っていうのは、これだけね、スマホで情報が入っていったり、 YouTube を見たりテレビを見たり、娯楽がたくさんある世の中、すごく難しいことですけど、お金を貯めるでもすごく集中しないといけない。それをせずに、自分のお金を使わずに、お金を融資してくれる人が、融資が受ければいいんだって言ってる人は、そもそもの考え方ですごく危険です。そういった方はね、不動産投資まず失敗します。間違いなく言います。僕自身知ってる方でね、全額融資でっていう本をね、誰の本だったか、ネットで調べれば出てきます。不動産投資は自己資金を使うな的な感じのね、文章が書いてある本が巷にも溢れてますけど、そういった方っていうのは漏れなく失敗しています。まずコツコツ自分で最初から貯めるっていうことにすごく実は意味があるんですよ。そうやって集中するっていうことに実はすごく意味がある。そういったことを、ね、理解せずにね、まず安易に金利組んで、ローンを組んでですね、お金を借りてやったとて間違いなく失敗します。安易に手に入れたお金っていうのはすぐ消えてしまいます。それはね、僕自身が一番不動産投資をやって思い知っているところですので、まず自己資金がない方、最低限ね、一番最初の投資っていうのはもう全額現金でもいいぐらい、それがちょっと厳しいよという方は、せめて半額で500万の物件を買うのに250万ぐらいは自分の自己資金を持ってね、不動産投資っていうのをされればいいんじゃないでしょうか。僕は過去いろんな方に出会って、いろんなパターン、いろんな不動産投資をする人の理由を聞いてますけど、自己資金持ってない人っていうのは結局失敗してますんでね、そういった意味合いでね、自己資金がない方はあまりお勧めしませんってことで、今日は以上です。またこうやってね、実践不動産投資塾では、今はね、シリーズとして素人不動産の危険パターンという形でお話ししてますけど、これからもどんどんシリーズでお話ししていきます。でね、今ホームページの方もね、新しく作成していますので、そこからね、また検索しやすく、また項目ごと集めてね、事例を出して紹介していってますので、そちらからのアクセスもね、今どんどん増えていってますので、こんな形でね、不動産投資、日々勉強になりますけど、一緒に学んでいきましょう。コミュニティの方も募集しています。ということで今日は以上です。ありがとうございました。はい、実践不動産投資塾おまけ動画撮っていきたいと思います。6月もね、終わりに近づいて、夏らしい季節になってきました。
太陽がね、もうあのなんて言いますか、肌をね焼くような感じ、まあチリチリした感じでね、本当夏らしくなってきました。でこう夏が近づいてくると、やっぱり大切なことは、僕ら40代、まああのこの動画を見られている方、40代、30代、40代、50代、60代の方がメインターゲットで見ていただいてるんですけど、大切なのはやっぱり水分補給だと思うんですね。僕自身ね、夏前、まああの春、まあ冬の終わりぐらいからね、こういった水をね持ち歩いてます。1本ね、だいたい 1.5 リッターぐらい入るんですけど、これを1日1本、まああのほとんど飲み切るような感じでね、あの水分を取るようにしています。水分を取る目的と言いましたらね、まあ、当たり前なんですけど、やっぱりあの何と言いますか、あの血液がね、やっぱり水分を取らないと、まあドロドロになると言いますかね、やっぱり脳梗塞とかね、心筋梗塞ね、する可能性がやっぱり上がってくるということです。あの私のね知り合いでね、あの年齢もそんなに離れてないんですけど、先日ね脳梗塞になってしまって、あのまあ運転中に脳梗塞になったんですよ。であの高速道路のね、あの何と言いますか、料金所のぶつかってね、で車が止まって、で救急車に運ばれたんですけど、まああの今でもね意識不明の重体、まあ CTU っていうんですかに入ってます。まあそれをね教訓とするわけじゃないですけど、それそういったことがある以前からね、本当脳梗塞っていうのは、あの脳梗塞、心筋梗塞っていうのはね、まあ、僕ら、段階ジュニア、まあ、40代、50代、60代になってきますとね、本当恐ろしい状況になってきます。こうやってね、車で移動してましてもね、すごくやっぱり、水分っていうのはどん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 取られてますし、まあ、発汗作用、汗をね、どんどんかいていきますので、本当水分っていうのはね、まあ、水だけじゃね、どうしても補いきれない部分っていうのはあるんですけど、最低限ね、やっぱり水、きれいな水をね、摂取すると。で、以前はね、コンビニでね、お茶とかね、お水とか、ジュースとか買ってたんですけど、どうしてもね、やっぱりね、ゴミがいっぱい出るんですよね、ペットボトルのゴミ。で、1本500円、500ミリリットルとかね、100円、それが積み重なるとね、毎日コンビニ行くもんですから結構な費用になります。そこでね、僕はもう5年ぐらい前からね、家の浄水器の水をね持ち歩くようになりました。まあエコというか、まあセコなんですけど、まあそういった形でね、まあ人とお話ししてる時もね、水をガンガン遠慮なく飲むようにしています。まあそうすることによってね、やっぱりまあ自分自身のね健康意識っていうのが根付くのが一つとね、まあ、水分補給するようになって良かったこともたくさんありましてね、僕今年、まあ、先日44歳になったんですけど、44歳の割にね結構やっぱり若いって言われます。それはやっぱりね、体の体水分率っていうところをね、意識してあげているっていうところも、としてあるんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱり水を飲むことによってね、老化を防ぐね効果があるらしいのでまあ綺麗な水をね飲むっていうことがやっぱりすごく大切なんじゃないかなというふうにね、まあ年を重ねるにつれてねより思います。まあ、私自身だけね実践してるんじゃないしね、家族の方もね、特にこういったね暑くなってくる時期にはね、大きなボトルに入れてね水を持ち歩く習慣っていうのはね、もうずいぶん前から根付いています。やっぱりね、まあ今日は水の話ばっかりしますけど、すごくやっぱり大切なことだと思います。習慣ですのでね、こういったこともね、本当ね、こんなんで持ち歩いたらね、1本ボトル1000円か2000円で売ってますし、水ほとんどタダみたいなもんですからね、そういったのをね飲み続けてね、健康に留意していきたいなというふうにね、日頃からねやっぱり強く感じます。ということで今日は以上です。ありがとうございました。